このイドラスフィア、私好みだわ。バカなこと言ってないで、マイクを探すわよ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。せい。ひとまずは安全か。初めて見るやつだ。一か八かで、一か八かで。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。切り裂いて疾風。こいつ初めて見るぜ。やってみねえとわか、やってみねえとわからねえな。たぎるぜ。やり。始めよう。よろしく。私だっていいわよ。やろう。どんどん行くからね。失敗しないといいな。私の槍さばきやったね。うひ、まだ倒れねえの。一か八かで。はあ。弱点発見。俺から頼んだ。私だって決まった。まだ倒れないのか。せい。行った。どうすれば。大丈夫だ。決まった。お疲れ、みんな。初めて見るぜ。
やってみねえとわからねえ。その技でいきましょう。はあ、弱点発見。俺から行く。今だ。私だってこれで。初めて見るやつだ。一か八かで。難しいかも。これだな。なんか初めて見るのがいる。失敗しないと決めてみせる。一緒に行こう、クロム。おう。この日を逃すな。今ぼーっとしてなかった。やった、倒せた。一歩一歩着実に。俺が力になる。行くぞ。戦いは回避できたか。やっ、敵だ。不意打ちに気をつけろ。まずは安全か。俺が力になる。行くぞ。セイセイ。戦いは回避できたか。いきなりか。セイセイ。ひとまずは安全か。ミラージュの気配。敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。やっ、やっ。敵の気配は消えた。これはミラージュの気配。てらっ、はっ。戦いは回避できたか。リツキ、近いぞ。戦いは回避できたか。これはミラージュの気配。てあっ、てあっ。敵の気配は消えたようだ。敵だ。不意打ちに気をつけろ。てあっ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。やっ。ひとまずは安全。俺を構えろ、イツキ。戦いは回避できたか。敵が現れたぞ。てらっ、はっ。敵の気配は消えたようだ。これは…
の人たち、撮影の時に見た気がする。助けよう。パフォーマー。彼女たちを助けるにはまず奴を倒す必要がありそうだ。ああ、行こう、クロム。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。セッション、行ける。お願い、シーダ。任せて。まずは俺次。まだまだ。よっしゃ。こいつ、初めて見るぜ。あとは任せた。任せなさい。こんな敵いたかしら。どうかしら。これやったわ。初めて見るやつだ。慎重に行こう。ありがとう。こら、俺の番か。わあ、俺に任せて。元気になれたよ。どんどん行くからね。失敗しないと飛んでっちゃえ。次の仕事遅れそうだわ。呪いでどう。これこれね。まだ倒れないのか。難しいかも。イカズチよ。オッケー。私のやりさばきこれ。ついてきて。決まった。呪いの効果が出るまでもう少し。これ、そう、これがいいの。クロム、まだいけるか。無論だ。よし、俺に任せて。いいわよ。今ぼーっとしてなかった。瞑想してただけだよ。よし、これだ。ラスト行くわよ。これ、私まだまだ強い。こんなものね。ここはみんな目を覚ましたみたい。よかった。捕まってた人たちも返したし、早く舞子さんとカメラマンを探そう。そうね。
見て。なあ、おい、これって。行こう、舞子さんが心配だ。気配は消えたようだ。リツキ、近い。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、リツキ。ひとまずは安全か。俺が力になる。行くぞ。はっ。戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。てあっ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。ひとまずは安全か。リツキ、近いぞ。敵の気配は消えたようだ。敵が現れたぞ。やっ。戦いは回避できたか。回避できたか。せい。これはミラージュの気配。てあ。戦いは回避できたか。これは戦いは回避できたか。敵だ。一気に決めろ。てあっ。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ、イツキ。せい。戦いは回避できたか。これは初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで。イカズチよ。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しないといいな。
吹き飛べ。こんな敵いたかしら。どうかしら、これ。うわ、どうしよう。一か八かで、これでここか。失敗しないといいや。次の仕事遅れそうだわ。呪いで私まだまだ強くなるわ。クロム、俺に力を貸してくれ。おう、やった。さてと、どうかしら。絶対レード体験しやったわ。翼の力見せてあげましょう。うん、失敗しないといいな。飛んでっちゃえ。これ苦手なんだよね。ライブスタート。やったわ。ミラージュアタック、いけるぞ。俺は負けん。お疲れ、みんな。私の秘術、キリアだけに封印。敵だ、一気に決めろ。やっ、絶対レード体験してみる。こんな敵いたかしら。どうかしら、絶対レード体験してみる。なんか初めて見るのがいるよ。失敗しな、全部なぎ倒すよ。よし、貯金だ。一か八かで走れ、内向。やれやれ、力不足は否めないわね。はっ、しまった。今度こそ全部なぎ倒すよ。お疲れ、みんな。敵だ、一気に決めろ。セイ、いろいろ試したいことがあるの。ああ、引いた方が良さそうね。不意打ちに気をつけろ。無理は禁物よ。初めて見るやつだ、慎重に行こう。これだろ。
敵が現れたぞ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。敵の気配は消えたようだ。これはミラージュの気配。ひとまずは安全か。敵だ。不意打ちに気をつけろ。せい。敵の気配は消えたようだ。俺を構えろ。いつけ。敵の気配は消えたようだ。気をつけろ。ひとまずは安全か。これはミラージュの気配。はっ。ひとまずは安全か。敵の気配は消えたようだ。敵だ。一気に決めろ。せい。敵だ。不意打ちに気をつけろ。せい。ひとまずは安全か。待て、何をしてるんだ。ああ撮影だよ、撮影。やはり俺が取るに値するのはお前だけだ、マイコ。撮影は終わりだ。マイコさんを返してもらう。ああ、お前はオリベル翼。そうか、お前らはマイコの事務所の人間、俺のミューズを奪いに来たのか。クロム、クロム、どうした。シーダ、シーダ。ダメ、シーダが答えてくれない。一旦引こう。カルネージなしではさすがに戦えない。この程度のハプニングで撮影を投げ出すだと。最近のモデルどもはゆとりか。
ゆとり世代なのか。特に織部翼。はい。俺が舞子の事務所の人間だって聞いてお前に期待してたんだよ。舞子が作った事務所のタレントなら今時のアイドルどもと違いモデル魂を持ってるんじゃないかってな。だが蓋を開けてみりゃお前もそこらの偽物どもと同じだった。写真という芸術への敬意も欲求も何も持ってないアイドルをよこすんじゃねえ。マイクの目は節穴だ。確かに私はド素人でダメ出しばっかりだからバカにされても仕方ないです。でもそれは私のせいで舞子さんのせいじゃない。ああ、舞子さん見る目なくないです。私が証明してみせます。ともかく私だってやるときはやるんです。ド素人のくせにそこまで言うならモデルとして俺をうならせてみせろ。ああクソつまらねえもん取っちまった。やっぱり俺のミューズはお前だけだぜ、マイコ。いつきくん、ここは…出直してこいってことか。そうだ、クロムは。俺は大丈夫だ。あの男のカメラとやらはミラージュの力を一時的に封じることもできるようだ。厄介ね。ねえ見て、いつきくん。今度は一体なんだ。すごい人だよ。みんなあっちの方に何かやってるのかな。剣八代さんのライブ。そっか、今日だったんだね。ごたごたのせいですっかり。でもなんか変だな。街はこんな状況なのにどうしてここだけにぎわってるんだ。見ればわかるわ。え、でもこんな時にライブなんて。こんな時だからこそよ。忘れた？今のあなたたちはミラージュマスターなのよ。一流のパフォーマンスに触れれば得るものは必ずあるわ。なるほど。チケットは持ってるわね。さあ行きましょう。力解き放って砕け散る。
剣矢代のパフォーマンスは本物。彼は数少ない本物のアーティストよ。周りを見なさい。矢代様！ああ、彼の歌で荒んでいた心が癒された。世界はこんなにも輝いている。すごい。渋谷はこんな状況なのに、ファンは。真に優れたパフォーマンスは、どんな状況でも客を見せることができる。それは堀野沢が言っていたことと同じ。その意味がわかる？翼。え？あ、ライブとモデル、表現は違えど、求めるものは同じ。それは、見るものを魅了するパフォーマンス。見るものを魅了するパフォーマンス。見た人を魅了する写真。翼に欠けているのは見せ方、そのビジョンよ。ビジョン？翼がどんな写真を撮ってもらいたいかってことじゃないかな。撮ってほしい写真。私はどんな写真を撮ってもらいたい？